はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、サイケマンです。今日からですね、ゼルダの伝説不思議の木の実第一の章を遊んでいこうかなと思います。これは任天堂スイッチ版ですね。ということで、またね、ちゃんとしたなんかオープニングでしたね。なんかゲームボーイなんで結構チャッチーのかなと思ったら、普通にちゃんとゲームとしてムービーとして成立してましたね。2001年なんだね。はい、ということで早速始めていきたいと思います。ちなみに初見プレイになります。ゼルダの伝説にもかかわらず初見プレイという、あのね、ちょうどやる機会がねなかったんですよ、この時期。夢を見る島はねもう死ぬほどやったんですけど、その系列にもかかわらずあんまやってなくて、あ、合言葉ね、これ有名ですね。不思議の木の実の合言葉、なんか時空の章と大地の章をクリアすると合言葉がもらえて、なんかどちらかの合言葉を使うとみたいなやつでしたね。はい、ということで楽しみだね、やっていきたいと思います。の名前は俺の名前でいきましょう。これなんかゼルダって入れたらなんか裏ステージに行けるみたいな、そんなんはないよね。はい、最低リンクでいきたいと思います。さあ行きましょう、楽しみですね。ゼルダの伝説初見で遊べるっていうのめちゃくちゃ、あ、もうこれ早いですよ、余裕っす。さあ行こう、オープニングだ。ちなみに時系列的には、選ばれし勇者は我らの試練を受けよう。時系列的には、夢を見る島の次の話ですね。夢を見る島のリンクと同一人物です。試練を受けよう。まあ、その辺の話とかもしていけたらなと思います。あー、これだ、夢を見る島だね。夢島ですね。夢島をなんかリアルにしてる感じだ。懐かしい。もうこの時点で懐かしい。てか、あとリンクがちょっと遅い気がする。スプール沼、メガネ岩。ホロ村、ホロ村から行きましょう、まずは。ちょっと何が何やらわからないんですけど、ホロ村から行きたいと思います。あ、うわ。あ、なんも、あ、持ち上げれないんだ。草すら持ち上げれないんだ、これ。初期リンクって。さっきなんか呼んでいたやつがいたから、もう何かわからないことだらけなんで、もうワクワクですね。目が覚めたのね。こいつは誰だ？よかった。ずっと眠ったままだったから心配していたんだよ。あなた、サイケマンっていうのね。はじめまして、サイケマン。私は、ディン。ディンってディンの炎の、ディン。森で赤い光を見つけて、そこに行ってみたら、あなたが倒れていたの。サイケマンって不思議な人だね。でも元気になって本当に、よかった。そうだ、一緒に踊らない？踊っててゲームがクリアできるのであれば踊るけど、こいつらじゃあ話聞いていく？お、目が覚めたから。俺たちは楽しい旅芸人。あ、旅芸人なんだ。遠慮せずゆっくり休んでいきな。こいつは？あら、目が覚めたんだね。もう大丈夫なのかい？私はインパ。いや、インパなの？インパ、まさか今作のインパ出てきました。一座の料理係さ。あんたの名前は？そうかい、サイケマンかい。森で倒れてるあんたをあそこで踊っているディーンが見つけたんだ。うなされてるあんたをずっと。オープニングのやつかな？うなされる原因になったの。なんか、トライフォースに包まれて消えてったやつだね。看病してたんだよ。なんで、一人一人に一言ずつ、なんか一情報ずつ喋らす形式なんだよ。ディーンは人気の踊り子なのよ。彼女の踊りを見ていると、元気が湧いてくるのよね。ファンだよね、ただの。ディーンは君を助けてからずっと、ひっきりで看病していたんだ。男勝りだけどすごく優しい子なんだよ。ああ、ディーンはいつも綺麗だな。でもディーンはちょっと君が気になるみたい。羨ましいな。いろんなやついるな。さあ、恥ずかしがらないで二人で踊ればきっと楽しいわ。あ、踊ります。あ、ディーンちゃんとしてるな。ゲルド族っぽい感じの子だね。はい。踊ってるリンク。あ、楽しかった。うまく踊れるじゃない。こんなに楽しく踊れたのは久しぶりよ。あなた左手にトライフォースのあざがあるのね。これは勇気のトライフォースだね。それはハイラルに伝わる聖なる証なのよ。もしそのあざが本物なら、サイケマンは特別な運命を持つ勇者ってわけね。特別な運命。サイケマン実はね、なんでもない。さあ、もっと踊りましょう。なんだ？あっ、楽しい雰囲気が一変。
てか今回のラスボスってガノンじゃないよね。夢を見る島はガノンじゃないのはそりゃそうなんだけど、夢の世界に行ったから、これはどうなんだろう。あの夢を見る島で夢の世界から帰ってきたリンクだと思うんですよ、これ。だからガノンの可能性もあるのかな。ラスボスが誰なんかわかんないね、この不思議な木の実系は。ついに見つけたぞ、第一の巫女ディン。うまく姿を隠したつもりだろうが、そこまでだ。この闇の将軍ゴルゴン様から逃れることはできぬ。いやー、ゼルダ好きを語っておきながら、知らないゼルダがこんな目の前にあるってのは情けない話です。取り出しのギャラリーが移動していきました。邪魔すぎな状況。うわー、さらわれるんか。ゼルダ姫は本作は出ないんだよ。いやー、最低って言ってる。名前を呼んだんですよ。それとも連れてかれたのかな。あ、捕まれてる。あ、こいつはゴルゴンだ。あ、なんか知ってるかな、ゴルゴン。知ってるっちゃ知ってるし、知らないっちゃ知らないな。私をどうするつもり。知れたこと。大地の巫女である貴様を封印し、四季の精霊たちが住む神殿を沈めれば、ホロドラムの四季は乱れ、ホロドラムの四季は乱れ、豊かな実りと恵みが奪われ、大地は滅び、生きとし生けるものが死に絶えるのだ。なんでそんなことするの？単純な疑問なんだけど、なんでそんなことするの？それこそ、我らが望む闇の世界。やめなさい、ゴルゴン。グハハハ。まかまかしい薄い。大丈夫か？闇の世界を作ろうとしてるのか。ちなみに、あの、夢を見る島の前の話が、神々のトライフォースですね。時のオカリナ、神々のトライフォース、夢を見る島、という流れです。沈め、四季の神殿、乱れろ。春夏秋冬。急に現実の言葉が出てきたな。春夏秋冬を封印しようとしてるのか。沈んでいく、沈んでいく、いろんな場所が。うわ、だいぶ壮大だね、夢の見る島に比べて。無事だったのかい、最低な。実は私はハイラルの王女ゼルダ姫のウバなんだよ。ほう、あ、インパだからか。そりゃそうか。ディン様も踊り子というのは仮の姿。本当は四季を司る大地の巫女なんだよ。新情報が二つも一気に。ゼルダ様には不思議な力があってね。ディン様に不吉な影が迫るのを感じて、密かにハイラルへと連れ帰るよう私たちに言われたんだよ。それなのにこんなことに。ゼルダ様から仰せつかった大切な任務だったのに。あいただだ、この怪我じゃ当分は動けそうにないよ。本作のインパは情けないですね。ハイテーマにどうしてあなたが森で倒れていたのかはわからないけれど、リン様と出会ったのはきっと何かの運命だよ。あんたのその左手のトライフォースのあざが本物なら、世界を救う勇者の証なのかもしれない。リンクのこと知らないんだね、ゼルダのウーバーやってるのに。お願いだよ、リン様を救うため、あんたの力を貸しておくれ。ホロン村のマカの木にこのことを伝えてきてほしいんだ。ホロン村のマカの木ね。マカの木はこのホロダームの守り神。きっと何とかしてくれるはずだ。デグノギ様みたいなもんかな。あ、来ました。夢を見る島の BGM です。ここか。春。春とかあるんだね。ああ、なるほど。だから第一の章なんだ。ここが、あれかな？ホログラム村でいいのかな？村長のお屋敷、マカの木。マカの木のあれだ。ホロドラムって言ったから、あ、これなんか、やいぎりみたいな、できるようになるんだろうね、これ多分。かけらがある。ちょっとじゃあ、向かって行こうよ。ここか。マカの木入り口。門をくぐりたくば勇気を示せ。え？勇気示すって何？あ、なんかやらないといけないんだ。あ、でも、勇気示せ言われても、なんか知ってるか、おっさん。ところジョージみたいな。おっさん寝てるだけか。村の西には何でも知っている物知りバードがいるよ。わからないことがあるなら言ってみるといいよ。
多分ね、物知りバードは初心者の館みたいなもんだと思うんだよな。あそこに行く方法がわからないんだよ。こいつは？いらっしゃい、カーノの指輪が鑑定屋よ。お客さん初めてね。じゃあ一から教えてあげる。不思議の金の実で出てきた指輪はとっても不思議な力を持ってるな。装備すればその不思議な力を発揮してくれる。普段の指輪の小箱に入れておかないとダメなの。はあ。不思議な力が弱くなって使えなくなってしまうのよ。わかったけど、指輪の小箱を持っていないのね。あなたタイプだからサービスしちゃう。小箱あげちゃう。あ、小箱もらいました。指輪を1個入れておけるだって。L1 で使えるんだね。あ、じゃあこれ、あれか、L が出てくるってことは、ゲームボーイアドバンスのゲームか。そうかな？アドバンスだったっけ？そうね。お近づき、L1 で使うってなってたよね、今。違うのかな？お近づきの印にこの指輪をあげちゃうわ。指輪手に後で鑑定してもらおう。指輪鑑定してその力を見極めてからじゃないと装備することができないよ。早速鑑定しましょう。どれを鑑定しましょうか。これしかないだろう。分かっちゃった。この指輪を名付けて、出会いの指輪よ。こいつなんか企んでないか。あえて出会いの指輪を渡すことによって、あなたと私の出会いの記念。新手の口説き文句ですね。今回は鑑定料をサービスしておいたけど、次からは指輪1個につき20ルピーいただくわよ。ゼロなんだよ、俺は。指輪がダブっちゃった時は30ルピーとで買い取ってあげると。どれぐらいあるんだろうね。次はリストね。鑑定した指輪はリストに収められているの。指輪を持ち出したい時は。どういう効果があるんだろうね、出会いの指輪って。リスト見たい時は私に話しかけてね。じゃあ早速見てみましょう。あなたと私の出会いの記念。はい。変な誤解を生みかねないものはつけたくはないんですが。はい。指輪装備しないと意味ないのよ。意味ないのよってのはわかるけど、その、あ、これがマップか。セレクトボタンがマップで、指輪装備したけど、どういう効果があるの？その指輪っていうのは。これは一体どういう効果が？何の効果もないってことなんかな？わかんないですけど、まあとりあえず指輪という概念があるというのだけ覚えておきましょう。これもなんかろくなこと、勇者の洞窟って知っとるかな？村から西の海辺にあるんじゃよ。勇者の洞窟には、勇者の、あ、まずそこ行くんじゃない？じゃあ。勇者の剣があるらしいが。だから勇気を示せっていうのは、勇者、なんかマスターソードを手に入れてなんかやれみたいなことなのかな。実際に取ってきたものは、おらんのじゃよ。あ、じゃあ西に、あ、ショップ。あ、万引きできないようになってる。対策してる。こいつの周りぐるぐる回れなくなってる。あ、いや、お客さん、ここからは、メンバーズカード持てないと入れないよ。気になるあれか。秘密あるよ。もう、あらゆる対策が講じてある。潰れたんだろうね、あれ、多分。前回のあの、夢を見る島にあったあの、お店は。痛い目に遭ってるから、僕は木を植える名人、ペック。自分で言うのもなんだけど、結構物知りなのさ。早速いいことを教えてあげる。なんと僕とラミンの子供が生まれたのさ。やった。ぜひ見ていってください。私はラミン。私の初めての赤ちゃん、元気な男の子よ。今この子の名前をどうするか迷っているの。あなたも一緒に考えてもらえないかしら。あなたはなんて名前？名前？ラミンの男か女のかも、どっちだったっけ？言ってませんよね、男か女か。言ってないよね。ラミンの息子にしよう。ラモンにしよう、じゃあ。じゃあ、ラモンにします。ラミンの息子。これなんか関係あんのかな、ラモン。あなたの名前にラモンってつける？これなんか重要なあれ？いや、じゃあラモンにするよ。ガノンとかにしたら、とんでもないことになる可能性あるから。まあまあいいか。いい名前ね。その名前いただけたわ。この子も喜んでるみたい。いつでも会いに来てね。男の子なのか女の子なのか、だけでも教えて。もう、戻れません。この子の人生はもうラモンで決定しました。
次、じゃあ勇者の剣とりあえず病院に行きたいんだけど、どこから行けばいいんだ。西の洞窟だから多分こっちだ。いや、わからんことだらけだな。季節がめちゃくちゃで冬になったり、あ、夏になったり一体どうなっているのやら。変わるんだね、じゃあ。え？あ、こんなんできんだ。はいはいはい。こういうのができるんだね。ホロンの村よ。あら、あなた初めて見るかもね。マカの木、それなら村の東にあるわ。でも行けなかったんだよ。勇気を示せって言われてるから、剣取りに行かないといけないんだと思うね、多分。この家で何でも知ってる物知りバードがいるよ。物知りバードは多分ね、初心者の館みたいなことだと思うね。そうだよね、多分ね。そうだね。あの感じはそうだね。いやー、冬になったし、春からいきなり冬になったんですが、しかも、倒せない。剣がない。勇者の洞窟行きます。冬か。でもこれ天候ガチャとかした方がいいのかな。冬だから行けないみたいなありそうだよね。なんか冬だから攻略できないみたいな。あ、大妖精いる。こいつね、なんか撃ってくるんだよ。ちょっと武力を持たない。リンクが武力を持っていないので、ただやられるのみ。逃げるだけ。あ、これ行けないな。冬だから凍ってるみたいな、そんなギミックとかもあるんかな。とりあえず洞窟探していきますけど、これかな。あ、ここだ。勇者の洞窟。行きましょう。あー、もうコウモリすら対処できない。ちょっと左見てみます。何にもないと。まずは概要把握からですね。お、敵出たら詰みますね、これ。舐められたもんですね、僕もね。こんな押すだけのギミックって、舐められたものです。鍵がないといけないので、多分コウモリから鍵をドロップすると思うんだけど、攻撃ができないんで、上から行きます。とりあえず、ここまでは剣がなくてもいけるギミックで構成されているので、なんとかいけてますが、いつ進んでもおかしくない状況です。なるほど。もう本当に初心者的な感じのあれなんだね。もうギミックが。その初見、ゼルダ初見みたいな。これでも結構むずいぞ、これ。これ避けてるみたいな。剣！鍵か！剣くれ！とにかく剣くれ！このダンジョンでしか使えない。オッケー。ちなみに初期のゼルダの伝説は、小さな鍵、全ダンジョン共通でしたね。だから、一つのダンジョンで鍵を温存するみたいなことできたんですよ。初期、ファーストゼルダは。降りても、まあ、ここか。それは、それはそうか。降りて、なんか、手前のリスポンチに行ってくれるかなと思ったんですけど、さすがにその、直近で行ったところじゃなくて無理か。早く、剣をくれ。剣をくれ。剣がないと。体力が、体力も減ってるし。開門。まださすがになんか銅像置いといてみたいな、そういうギミックは出てこないね。さすがにまだ。お、来た。ボスもいないですね、当然ね。オッケーです。とりあえず、ウッドソードを手に入れました。ウッドソードなんだね。マスターソードじゃないんだね。ウッドソード手に入れた。勇気の証。ボタンを押して力のためを離せば大回転。はい。ようやく、剣が、あとはまあ縦入手したら、OK かな。ちゃんと左利きですね、リンクね。あ、右利きになるね。下で向くと左利きになるね。こっちは左利きになる。あ、そうなんだね。これだと右利きなんだよな。まあまあいいですけど、その辺の。OK。とりあえず倒せる。しかも今5ルピー持ってたら何気に。結構ルピー持ってんの、こいつら。ありがてえ。とりあえずじゃあさっきの、木のところですね。戻りますか。いや、この BGM が懐かしいもんね、もうね。いや、もう完全初見でゼルダできるってもう、あんまり人生のうちで残されてないですからね。あ、これなんか、剣のところを見てください、左上。あれ、L1 って書いてるけど、L1 は L ボタンの1じゃなくて、レベル1って意味だ。多分。そういうことなんだ。だから、ウッドソードはレベル1の剣ってことだね。なるほど、なるほど。ここで勇気を示せたから、ここで回転にするんだと思います。
違うぞ。なんかそうだぞ。あー、推しのカービィ。これ、切ります。OK。星のカービィ。てか、デグノギではないんだね、これ。うわぁ、誰だよ、オイラを起こしたのは。君は誰？なんだって、オイラが眠っている間にディーンはさらわれただって。四季の神殿の気配も消えてしまっているよ。なんてことは、大地の巫女を守るのが、オイラの仕事なのに。寝てたな。オイラの体もこんなに縮んでる。どうしよう、サイテンマン君、四季が狂い、大地から恵みが奪われてしまったせいで、オイラ全然力が出せない。オイラに代わってディーンを助けておくれ。このマカの木、一生に一度のお願いだ。四季の神殿があった北の山から、北の山、邪悪な力を感じる。もうでも剣持ってるんで、大体のことはできますよ。オルゴンは北の山に結界を張って、その中にいると思うんだ。その結界を破るには、ホロドラムに眠る八つの大地の断りを集めるしかないよ。八つの断りで大地に力を与える聖なる力。それが揃えば結界を破り、リンを助けることができるはずだよ。もう一度言おうか。これ、ゼルダあるあるっすね、これ。連打してたら、ハイにやっちゃうみたいな。君はなかなか賢い子のようだ、っていうのも、ないかな。いつも定番なんだけどね。じゃあ、鍵を渡すから、北の湖にある、大きな根っこ、北の湖にある大きな根っこですね。最初の断りがあるはずなんだ。魔物がいると思うから気をつけてね。北の湖の根っこですね。それまでオイラはむにゃむにゃ。また眠くなってきた。あ、寝てんのはあれだ。力失ってるからか。渡し方ももう。根っこの鍵を手に入れた。はい、じゃあ、北の山だから、この辺りに食い込んでいけばいいのかな？はい、ということなんですが、ちょっとまあ、所定ということで、この辺でこのパート切ろうかなと思います。次回ですね、これ切れるかな？切れないか、さすがに。次回ですね、北の山、向かっていきたいなと思います。まあ、パートどれぐらいになるかわかんないんですが、まあ、のんびりやっていこうかなと思います。ブレスオブ、ティアーズオブザキングダムの方も更新していきますので、よかったらそちらもよろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。